ウィリアム・エルズワース・ホーイは、アメリカ合衆国オハイオ州、フックスタウン出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。聴覚障害を抱えながら、通算2000安打と600近い盗塁を記録。アメリカンリーグ初年度の優勝メンバーの一人となった。オハイオ州の農場に生まれたが、3歳の時に、髄膜炎が元で難聴を患った。1872年に、 オハイオ州の老学校に進学し、勤勉だったホイは1879年に卒業する際には卒業生の総代を務めたという。当時他の難聴者がそうしたようにホイも、最初艶を開き、店の合間に近所の子供たちを集め野球をしていたという。1886年頃に、プロのチームから勧誘されたことをきっかけに、ウィスコンシン州のおしこし球団に所属。 二年後の1888年にナショナルリーグのワシントンナショナルズに入団してメジャーの選手となった。ホイは当時クラブハウスにご存知の通り私は耳が聞こえない。そこでフライを取るときに大声を上げるので二塁手ショート、レフト、ライトはその声を聞いて私との衝突を避けてくれと書いた紙を貼り出していた。ホイがデビューした1年目の打率は 274だったが、リーグ最多となる82の投類を記録した。1890年にプレイヤーズリーグに参加した後、1891年にはセントルイスブラウンズで119支球、出類率424という記録を残している。1890年代は主にシンシナティレッツのセンターとして、毎年3割前後と安定した活躍を見せた。 1901年にアメリカンリーグが創設された年に1年だけシカゴホワイトソックスに参加する。すでに40歳に近かったが打率。294、60打減、失死球数がともにリーグ最多で4割を超える出塁率を残し、ホワイトソックスのリーグ優勝に貢献した。ホイは1902年に新品ティレッツでメジャーリーグ選手としてのキャリアを終えたが、 この年の5月26日のレッツ対ニューヨークジャイアンツ戦では当時ジャイアンツの投手だったダミー・テイラーとの対戦が実現している。1903年のマイナーリーグでの活動を最後に選手を引退した後、ホイはオハイオ州に農場を購入し落農家となったが、一方でグッドイヤータイヤ社の人事の仕事もしばらく行っていたという。 1898年に結婚した同じ聴覚障害者の妻アンナマリア・ローリーとの間の3人の子供はそれぞれ弁護士や学校の教師になった。ホイが幼い頃から世話をし学習を提供したポール・ホイ・ヘルムズは高年シラキュース大学を卒業後、ロサンゼルスで成功し、1930年代にアメリカのオリンピック委員会への融資を受けようなどの活躍をした。 1942年にトレドで行われたレイバーデーの催しで、ホイはダミー・テイラーと再会、40年ぶりにバッテリーを組んだが、この時はすでに80歳になっていた。ホイが最後に監修の前に姿を見せたのは99歳の時で、ヤンキースとレッツの間で争われた1961年のワールドシリーズ第3戦の始球式に招かれている。当時ホイは、 メジャーリーグ選手の中では最も長生きした人物であった。同年12月に新シシティで死去。2003年にレッツの球団伝堂入り選手となっているが、アメリカの聴覚障害者スポーツ連盟は1991年以降、ホイのアメリカ野球伝堂入りへ向けた各方面への働きかけを続けている。野球史研究家の一部は、 当時難聴の法位に対し審判が一定の動作で、ボール、ストライクなどの判定を伝えるようにしていたことが、後年ビルクレムにより、審判員の判定動作が体系化されるに至る、きっかけになっていると主張している。ベースボールレファレンスの記載に基づく、数字の後のは、記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。